皆さんこんにちは、なるほど店です。今日は東京ドールズの、レイナちゃんですね、着せ替えをしていきたいと思います。さあ、お部屋がお嬢様風ですね。なんでしょうね、お嬢様ってなんか顔に出るんですかね。私お嬢様よみたいな。やっぱ育ちが、環境が違うとそうなんですかね。さあ、ではこちらは、学生服バージョンですね。さあ、ピアスもつけていらっしゃる。さあ、では着替えましょう。4種類ですね。こちらは、あ、私服なんですか。なんか学校の先生みたいな、パッと見そんなイメージですけど、ドレスなんですか。さあ、緑色ですね。なかなか緑色も見ないですけどね。見かけますか？まあ、パーティーは行かないですけど。私服で、ピンクとかがいいですかね。まあ、単純に私の好みですけど。さあ、では、こちらは、あ、騎士さんですね。なんかもう、本当に RPG ゲームですけど、東京ドールズさん。戦うならこういう服装の方がいいですよね。なんか戦いに向いてないの服装で戦ったりされてますけど、うさぎちゃんとかぬいぐるみの、絶対動きにくいですよね。お、これロックですか。クールロッカー、ロックンロールと。私、ケイオンさんもアニメで見てましたね、昔。歌も良かったですよね。声優さんたちが歌いますからね。さあ、2点スワイプ操作もしたいんですけど、私ちょっと操作慣れ、あ、こうですね。いやー、いいですね。うばみ使いもいいですから。最近アニメ見れてないからですね。見たいんですよね。さあ、こちらなぜか今のところさくらちゃんだけですね。動画を撮りしてて持ってなかったんですよね。さくらちゃん一番少ないですからね、なぜか。広いんじゃないですかね、一番の。ガチャでなかなか出てこないと、私は。あ、バレましたか。何、どういう状況で、条件で、あれ、反応されてるのかわかんないんですけど。さあ、こんな感じですね。さあ、ではですね、今回の動画は以上とさせていただきます。可愛く仕上げましょうか、最後。さあ、ではですね、ご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。